それがサバイバーだ。電気の信号は地表を伝わり、6人の男女のところへ。地表や靴が伝導しやすいように、水で濡れてる必要はある。神経細胞を伝わる電圧は、ほんのわずかで、100分の7ボルト。ただそれだけのエネルギーに潜むスタンド。そしてサバイバーの攻撃は何も感じさせず、何もしない。人にダメージを与えたりとか、人を操ったりだとか、痛みだとか、眠らすだとか、そういうことは一切しない。ただ怒らすだけだ。人の脳の大脳辺縁系の闘争的な本能を、ほんのちょっとの力で呼び覚ますだけ。自分を臭いと侮辱したたった一人の女のために、全員を格闘させたんだ。さっき手に余るって言ったね。使えないスタンドってことさ。敵も味方も区別がないんだぜ。部下同士で喧嘩を始めたら組織は終わってしまう。それがサバイバーだ。電気の信号は地表を伝わり、6人の男女のところへ。地表や靴が伝導しやすいように水で濡れてる必要はある。神経細胞を伝わる電圧はほんのわずかで100分の7ボルト。ただそれだけのエネルギーに潜むスタンド。そしてサバイバーの攻撃は何も感じさせず、何もしない。人にダメージを与えたりとか、人を操ったりだとか、痛みだとか、眠らすだとか、そういうことは一切しない。ただ怒らすだけだ。人の脳の大脳辺縁系の闘争的な本能を、ほんのちょっとの力で呼び覚ますだけ。自分を臭いと侮辱したたった一人の女のために、全員を格闘させたんだ。さっき手に余るって言ったね。使えないスタンド。ウザ、どうかしたのか。何やってる。何すんだ。何なんだ。俺が座ってた椅子だぜ。気安く触ってんじゃねえ。殺す。そこの君、怪我人を押しのけてベンチに座るのは、やかましいぜ。そんなに座らせたけりゃよ。貴様がベンチになってやりゃいいだろうが。上さん、何やってる。そいつは敵じゃねえ。病院の看護師だぞ。それに座ってんな。骨折や。気分が良くなったぜ。おい待て、ウェザー、どこへ行く気だ。ウェザー、なれなれしいな。ウェザーリポートって名前か。だが嫌いな名前じゃない。突然どうしたってんだ。まるで別人。